んにちは、ベルです。こんにちは、あくんです。ねえねえ、メルちゃん。ん？何？今日は2月3日で節分で豆まきの日だよ。イエーイ。なんか節分イベントやりたいよね。豆まきしようよ。いいね、賛成。僕ね、いいお面2つ持ってるんだ。どっちが鬼役か決めない？いいよ。よし、じゃあじゃんけんだ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。やったー、勝ったー。じゃあ私おかめね。しょうがない、鬼役やるか。よし、お面つけよう。じゃあ見せ合いっこだ。いっせーのーせ、せーわー。あおくんどうした？え、鬼？あ、鬼。メルちゃんも。メルちゃんオカメです。和風だね。じゃあこれで今日は豆まきごっこしようよ。イエーイ。今日はデデン、この鬼滅の豆を買ってきたよ。鬼は外。じゃあ出すよ。わー、わー。霞柱の名前はとかクイズがついてる。汽車の中で眠っている人たちを助ける際に伊之助が使った技は、ちょっと難しいね。めっちゃまずい、全部わかんない。よし、じゃあこれを青くんに向かって投げちゃうぞ。逃げろー。鬼はー外。痛い痛い。福は内。鬼はー外。痛い。メルちゃん、お豆さん当たると痛いよ。あのさ、鬼は外じゃなくて鬼は内っていう地域もあるんだって。え、どういうこと？鬼は悪い鬼だけじゃなくて、魔除けもしてくれるいい鬼もいるらしいよ。だから鬼は内、福は内って言った方が、僕も痛くないんだけど。二人でやんない？いいよ。じゃあ僕から。鬼は内、福も内。鬼はうち、福もうち。いっぱい福がやってくるといいね。ね。次は恵方巻きだよ。え、マジ？やったー。めるね、恵方巻きね、大好きなんだ。じゃあレッツクッキング。クッキング。すみれちゃん、恵方巻き作って。オッケー、作るよ。こんにちは、すみです。はい、今日は恵方巻きをね、くるくるね、作っていきたいと思います。メルちゃんたち用のね、ミニサイズも作れるように用意しました。はい。恵方巻きって何か知ってる？知ってる。お正月になんか食べる、なんかこういう海苔。違う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 。節分の時に食べる、なんかこういう海苔で巻いてある、なんかもう万華鏡みたいな感じですよ。中身は7種類とか、船になんか7人の人たちが乗ってる。そうそう、七福神ね。七福神のおめでたい材料を乗っけるということで、今回は卵ときゅうり、サーモン、マグロ、カニカマ、シソ、桜伝武、これで巻いていきたいと思います。まずは海苔。はい、お海苔、ザラザラの方が裏なので、裏を上にして置いてください。そうだね。あ、こっち？うん、良さそうです。ぺちゃんも見てんの？ぺちゃん、見るの？なんかちょっとこの子わかりませんね。ではまずご飯を乗っけます。どういう風に乗っけるか知ってる？ちょっとここ余らすんだよね。ちょっとね、3センチくらい。3センチくらい。結構薄っぺらく乗せないと巻くのが難しいかも。ちょっとずつ置いて伸ばしていく。うん、じゃあやってみる、ね、ぺちゃんも食べてみる。頭が出てきたよ。ごめんけど、ペッチ用のはありません。ねえねえ、ペッチのもさ、作ってあげようよ。あの、ペッチャーのおやつとかを置いて、それでちょこっとずつ食べさせる。私の考えです、これは。あ、つまみ食いだ。あ、おいしいよ、みんな。オッケー、戻ってきた。はい、じゃあご飯してたら、7種類の具材を乗っけていきましょう。はい。最初、葉っぱがいいと思うんだ。葉っぱ？両サイドに。しそを、引いてます。2枚あればいいよね。次、お目目。はい、お刺身はちょっと手袋をつけて掴んでいきます。みんなハート、はい、みんなも作って。ハート、ハート。
どんどん乗っけてください。はい。じゃあまずサーモン。オッケー。マグロです。2切れ。キュウリを乗せまーす。食べない。これはまさか私が好きなカニカマ？カニカマです。カニカマは裂いて入れます。オッケー。ピンクの甘い桜でんぶ。7個目ついに。そのねピンクで中で女の人のイメージ。なんかねピンクの着物着てる女の人がいる。だね弁天様だっけ？なんかいたね。黄色の人もいて緑の人もいた。お、じゃあ七福神が乗るかな？どうですか？待ってるから。すごい綺麗になったね。なんか今サムネが良さそうだよ。はーい、サムネ。美味しそうな匂い。早く食べたーい。ついに巻いていきます。そういうこと？うん、そういうこと。キュッキュッてして。具の終わりのとこでキュッキュッと。そう。巻き巻き。巻き巻き。はい、では行きます。恵方巻き。一本目完成。完成。ちょっと成功してるか切ってみます。はい、広さすごいね。おいどん。切ってる。え、これ私スースある。恵方巻き屋さんやる？うん、やろう。専門店。こんな感じでできました。結構綺麗にできました。次メルちゃんのやってあげる。メルちゃんと青くんの分はちょびっとのご飯で、具材もちっちゃく切ってあります。ちっちゃーい。7種類で入れます。なんかキュウリ。すごいでしょ。こんな感じ。花火みたいよ。いくよ。くる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 。ストップ。くーくーでくるくるくる。どうでしょう。くるくるー。えへ。メルちゃんたちのが成功してるか切ってみます。これはね感動の一瞬です。メルたちの恵方巻き成功してるかな。いくよー。てってれー。すごくない？このエミニチュアのさ恵方巻き見たことない。感動。ちゃんと7個入ってるね。すごいね。ちょっと比べてみるか。てってれ。こんな感じ。すごい。かわいい。これグラム数も全然違うと思います。ほら、ちょうどいいサイズですね。うん。オッケー。くるくる。大きいね、グ。お母さんがたっぷり入れてくれたの。母さん。なんで？え、好きだから。あ、カットしてるよ、の恥ずかしい。大きいな。重たい、普通に重たい。お、ほんとだ。ずっしりいっぱい入れてくれました。タコくん。何？はい、じゃあタコくん、すみれ先生に教わりながら自分の分握ってください。指導お願いします。まずご飯を薄くなるように入れます。で、ここは少しだけ開ける間で優しくやってあげて。7種類の具材は1列に入れます。オッケー。シスはまあ一応入れるわ。2枚。え、1枚でいい。2枚。2枚。卵を入れます。よし。あ、まあ、サーモンはちょっともうね。タコくんはサーモンが大好きです。3個です。1人3個までです。まあ4個ね。分かった。もう自由にやってください。いいね。これはいいね。マグロ。あ、マグロあんまいらない。わがままですよ。わがままですね。好き嫌いが激しいですね。今日タコくん負けるかな。はい、あの竹を使うんだよ。具のところで一旦ストップで、キュッキュッて巻くようにやって。はい、それ巻きすごと巻いてる。私があれね、もうくちゃくちゃに。もう何でもいいじゃん、食えれば。ちょっとすみれ先生修正お願いします。あ、余裕だった。余裕ってどういうこと？え、どういうことこの人？すみれ先生がいなかったら、タコくんの人巻きはちょっとぐちゃぐちゃになってたかもしれないですね。はい、そう思います。仕上げぐらいやらせてあげてください。どうですか？いいですね。No、これ絶対大成功。タコくんのさ、もう不器用だからさ、出てるよ。カニカマ出てますよ。わー、余裕だった。カニカマがビローンって飛び出してますけど、切って綺麗だったらまあ良しとしましょう。やっぱ自分で作るの？そうだよ。私のあげないからね。お、ママ綺麗じゃん。すごくね、これ。ですか？いや、うまそうだな。え、でも、やっぱり私のこの子に勝るものはないですね。できましたー。イエーイ。すごいよね。ピラミッドもできちゃった。全部すみちゃんが巻き巻きしてくれました。はい、サムネ。いただきます。うちも食べたい。うまうまい。サムネがうまい。すごくうまい。本当はなんか恵方巻きはホクホク性向いて
食べてる間は何にも言わないで食べるといいって。あっち。ちょっと北西向いて食べるの。